ここで生産狩りが勝てばストレート勝利。サクバーサス生産狩り。サクはここはなんとか食らいついていきたいというところ。さあサク、久々の参加。生産狩りは連続の参加ですが、さあここは生産狩りがまず先制する形。サクはそれを追っていく展開。さあ生産狩りが先制する。生産狩りかなりリードする状態。さあこのサークルサイダー、ここも一気に突き進んでいく。さあサク、ここも若干時間がかかる。ここを一発で決めれない。さあ生産狩り、サクに逆転のチャンス。んとここも決めれない。さあ生産狩り、ここも決めることができない。さあサクが決めた。さあサクが行きました。これによって両者1対1の得点になったことにより延長に突入することになります。さあ第1試合から延長に突入する熱戦になっております。さあ生産狩りとサク、ここは両者ボタンを使わずにいきました。終始生産狩りがリードしていたという状態。しかしながら最後の壁で逆転しました、サク。このサスケハッピーバトル第30回チーム戦、前回の 2v2 バトルではテルツキとコンビを組み、サクテルとして登場して優勝を果たしております。その 2v2 の優勝経験もあるサク、そういったところの経験値が出たか。ここは一気に壁を登るところでしたが、さここを両者失敗する。ここでサクがきっちりと決めていました。これによってサク1点獲得。さあ